オートラックスはアメリカのロックバンド。2000年にロサンゼルスで結成された。2000年に映画アクシデンタルデス・オブ・アン・アナーキストのスコアを書いていたユージーン・ゴアシュターとカーラ・アザールの2人が出会い、クレッグ・エドワーズはフェイリュアのツアー中にアザールと知り合い、この3人でオートラックスが結成された。同年8月に初公演。 翌2001年3月にマルチトラックレコーダーで録音された5曲入りデビュー EP デモンストレーションをリリース。バンドは t ボーオンバーネットに気に入られ、バーネットの所有する DMZ レコードと契約を果たすが、2002年5月にエルビス・コステロのオープニングアクトを務めた際、アザールがステージから落下支柱を痛め、医師から二度とドラムを叩けなくなるかもしれないと、 宣告されるが、チタンのボルトを八方埋め込む手術を行い、彼女の肘は感知した。2002年11月にファーストアルバムの制作を行い、翌2003年1月に当初のレコーディングが完了するが、プロデューサーのティーボーン・バーネットがバンドのより生々しいサウンドを求め、さらにレコーディングとオーバーダビングを行い、ミキシングも繰り返し行われた。2004年11月にようやく、 ファーストアルバム、フューチャーパーフェクトがリリースされ、アルバムはプレスからの賞賛をもって迎えられた。2005年からは、ナインインチネイルズ、ザ・ホワイト・ストライプス、シェラック、ベック、ディア・フーフラとツアーを行った。バンドはその後も、精力的に、ライブツアーやフェスティバルに出演し、2010年8月に、約6年ぶりのセカンドアルバム、トランジット・トランジットをリリースした。 2011年2月に来日し、東京で行われたオールトゥモローズパーティーズの姉妹、イベント、アイルビー・ユアミラーに出演。オートラックスは、多くの有名ミュージシャンから、共演や、オープニングアクトの希望を受けている。ナインインチネイルズのトレント・レズナーはオートラックスを機に、イリ自身のウィズ・ティースツアーに招待、バンドは9月から10月の間にオープニングアクトを、務めた。2007年には、 DJ、ハーベイのロシアツアーに帯同。その頃ポーティスヘッドからオールトゥモローズパーティーズに招待されている。2009年にはザ・フレーミング・リップスからニューヨークで行われるオールトゥモローズパーティーズに招待された。2010年にはトム・ヨークからアトムス・フォー・ピースのサンタ・バーバラ公演のオープニングアクトを依頼され演奏を行った。2008年6月撮影。 ありがとうございます。